さあ始まりましたゴージャスソングでーす。私が勇者ゴージャスコでーす。いやー、板についてきましたね。あれ、いつもいるアシスタントのヨキュンがいないぞ。ヨキュン、ヨキュン始まってるよ。ゴージャスだー。あれ、どういうこと、どういうことだ。わあれ、やっほー、生神殿に行ってきたよ。わあ、ちょっと関係上緑になってるかもしれない。大丈夫だったら大丈夫だけど。おということで、魂殿に行って職業とは全く関係ない山奥の村から参りました、ヨキュンカです。ヨキュンカビアンカじゃなくてヨキュンカ。そう、ダーマシンって全く関係ないんですよ。関係ない、目の色も変わってる。はい、ちょっとブルーで。すごい。ほら見て見て見て、ほらほら、ヨキュンカだよ。ちょっとちょっとちょっと。ちょっと緑の関係上一回。すいません、ちょっとちゃんとうまくいった場合は。綺麗なやつですね。いやー、もう見てください、ドラクエですよ、もうこれ。ファイブ合わせー、ファイブ合わせー。本当はケンちゃんになろうと思っていたんだけども、はい、今日の朝衣装部屋をバッと探してたら、未開封のビアンカがあって、あら、私着ようと思って昔買ってたんだと思って。え、それすら忘れてたみたいな。え、そう、あの、いつか着たいと思ってドラクエの衣装を多分買い込んでるんですよ。買い込んでる。でーく、あれあれ、ちょっと待って、サンタ、子供が？わかるだろう。クラゲ、クラゲ。よし、今日一体何やんのかな。絶対間違えちゃダメさ。それは絶対間違えちゃダメ。あなたカービィでしょ？ファンの数とかすごいんだよ。並べちゃダメよ。いいんだよ。一番下で正解。お前か。そう。クラゲ。おお、いろいろ一番下、一番下、そう、いろいろ一番下、間違えちゃダメ、減算して、減算。さあ、今日一体何やるのかな。決まってるだろ。その格好を見てわかるだろう。はい、スクエアエニックス、日本の伝統と歴史ある人気 RPG シリーズ、ドラゴンクエストモンスターズスーパーライト。スーパーライト、スーパーライト揃ったよ。初めて揃ったんじゃないですかね。ちょっともうそろそろ次の時にはうちわも用意しますね。スーパーライト。はい、ということでね、今回も詳しい人に来ていただいてます。よろしくお願いします。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 なんかまた通りかかったみたいね。偶然、偶然ね、偶然、ありがとうございます。ということで、スーパーライトでございますけどもね、最近ね、めっちゃやってるんだ俺。知ってます。びっくりする、自分でもびっくりするの。朝起きたらちょっとね、ちょっとぼーっとして、すぐスーパーライトで、おー、すごい、もう本当にもう、やばいですね、勇者として目覚めた、目覚めたという、もう闘技場行って、闘技場もね5回までしかやんない。なんで？それはもうプロ大体分かった。あ、2だねと思ってみたぶん。おお。5回までしかやんない。そういうのあったりとかね。ゆきは？私、闘技場に行ってもフルボッコされるから、ハグメタをコツコツ回ることにしてる。最初はね。ライトユーザーとして。はい。バンバン上がっていっちゃうからね。そう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 。まあ、でも山奥の村でひっそりとプレイしております。そう、選ばれなかったの、その時。はい。ということで、ジャス君が何でも、なんか、やりたいステージがあるんだって？ちょっとね、やっぱこの、やっぱ、シーズンに乗っかったものをやっぱりね、配信していかないといけないなと思いまして、ちょっとお見せしたいと思いますので、まず、私の端末からいっちゃいますかね。いっちゃいますか。はい、私の端末、こちらです。ドン。はい、ということで、こちら私の端末でございます。はい。レベルがもう84まで。すごーい。めっちゃやってる。前回何本だろう、60何番あったのかな、あんま覚えてないですよね。すごいなぁ。こちらを、やらせていただいておりますけども、パーティー見てください、もう。SS が。あ、そう。ね、2体。2体も !2 体も。すごい！ね。
行っちゃうんですよ。すごい。うん。ね。おお。え、これだいぶ強くなったんじゃない？ね、だいぶ強いですよ。すごい。本当に。おお。町内だったら負け知らず。結構狭いんですね。本当に狭いですね。ね。でもね、まだね、ちょっとまあ、ちょっと転生ね、うん。ほら、見てください。もう、整ってるんです、次の。わあ。SS も。え、めっちゃ卵いっぱいある。めっちゃ卵をね、卵をかき集めるという職業をしてます。今ちょうどね、あの、ジェム30個でみんな復活するから。うんうんうん、ボコボコに負けてもね、バンバン使ってる。今、それ、今は強くなる時期だと思って、やる自分の中で、うん、コンティニューオッケー時期っていうのがある。そうか。やってましてですね。うん、はい。それで、私がちょっとね、今、全然クリアできないところがあって、こちら、うん、レジェンドクエスト、ドラゴンクエスト3。よっ。こちら。クエスト？いや、もう、フルボッコにされた。できるわけがないだろうが。よくんかなんかによう。もう。いや、ほんとにこれ、無理だよ、郷さんも。いやいや、僕ね、これ、うん、もうあと、本当に、この、うん、iPhone6 の画面で言うと、うん、本当に、2ミリ。え ?2 ミリしか残ってない。あっちの敵のヒットポイントがね。それで、こっちが負けちゃう。あー、じゃあギリギリまで行ったんだ、ね。ギリギリまで行ってる。2ミリ。ね。だからそれを今日は、なんかこう撮影の、テンションで、うん、なんかちょっと強くなってる感じがあるから。その勢いのまま、ちょっと動画で、うん、勝ち動画をちょっと見せたいと。見しちゃおうかなと思ってね。うん、結構な賭けに出たね。いや、でも本当に2ミリじゃない、もう 1.2 ぐらいだよ。1.2 ミリぐらいだよ、本当。周りのスタッフも本当ここ危険ですよってみんな言ってるよ。うん、やめた方がいいんじゃないかってみんな思ってるよ。じゃあ今日それ、なんか、見返してるよ、お前たちを。まあみんな坊主なしたから重い重い重いよウェイトが重いわそれそうなの、ウェイトがね、うん、制限60なの。そう、それがね、難しかった。そうなのよ。で、助っ人とかもね、入れちゃうとこだから飛び越えちゃうから、うんうん、そうそう、それをね、僕はちょっと秘策を考えた。秘策を考えた、うん、もうね、ちょっともうこのままいきますよ。うん、こういきましたら、ね、きっかり60。これで、うん、本当に今日クリアします。すごい。これで勝ったらすごいですよね。うん、この発想なかなかですよね。でもまあ結構やっぱり、強くなっている人とかは、うん、やはりなんですかね、結構もう少ない少人数パーティーで、ね、勝ったりするんですね。うん、でも初めて僕が本当に1ヶ月そこらでこのパーティーで臨むなんて多分ギネスよ。確かにそうかもしれない。よし、ということでこれでいきたいと思います。はい、では冒険する。どうかな。さあ、まだ周りのスタッフが首かしげてるけど、ね、超かしげてる。いい、別にいい、ほらバラボスね。バラボス、よし、俺がやらなきゃ、ね、大変なことになっちゃう。まあでもクリアすればいいんだからね。アリアハン懐かしい。ゴー様3やった？3。私3から始めたの。私も3よね。本当に。もうこれはもう。あ、ちょっと、また。ガンガンしないで。ちょっと待って。こういう音を聞くとアルミラージを思い出します。アルミラージね。強いんだよアルミラージ。アルミラージね。お。まだだね。キャタピラーだね。夏い。硬いんだね。待って。あ、でも強いな。うん。もうこの時点で強いな。強い。私このキャタピラーにすごいやられた。うん。昔？うん、あのこの前チャレンジした時に、うん、ここで終わった。しゃあ。綺麗。おお。もういる？もういる？ちょっとずつ進むのは変わってないんですね。そう。そういうあのもういるんだよね。次いるから。いた。あれこれ、バブちゃん。来なさいよ。あれこれ、ラインナップがあれ。バブちゃん、まだか、まだか。まだか。ラインナップ。敵のラインナップが。強いの、なんでバブちゃん。バブちゃん強いの、なんで、あ、やばいの、あれあれこれ、どっちのあれですか。大丈夫ですよ、まだ。さっき、癒し草とか手に入れてたりしてたんで、はい。まあ、一回なんか、あっても、回復してもいいんじゃないかなと。うんうん、ああ、
これ MP？ それは MP の方ですね。MP？ いや、MP だ。ああ、やくそう。80全然輝いてないね。コツコツと、うん、いくよ、うん、まだですねビビりすぎでしょ。おっせんですね。ほら、うん、あ、いくよ。これはアルミラージですよ。ちゃんと使って倒してほしい。そうなんですよ、ここはね、AI じゃダメだ。おー、もうやばいよ。おー、やばいよ。ほら、アルミラージ強いって言ったじゃん。おいおいおい、知ってんだ、知ってんだ、そんなのは。え、やっぱりアルミラージなんだね。アルミラージだね。アルミラージが強いんだ。強いんだって、これ。本当に、あの、マッパ歩くとき、超、出ませんように、出ませんようにって思いながら行くんだから。半減、半減、向こう。やばいっすね。これ。これって半減よりもこっちのアルミラージ使った方がいいんですよね。そうですね。そうですね。やっぱり削れる方から削ってた。削れる方から。はい。火種を抑えて。おお。急に強くなりすぎじゃないですか。ちょっと難しいね。ドルマ系の息です、ね。これ使っちゃうと、もう。もう。大丈夫、一回眠らせるから、一回眠る、ちゃんとこうやって眠ってくれればいいですよね。眠る眠る、絶対眠る、寝ろ。寝ない寝ないこれはきついんじゃないかしら、うん、大丈夫大丈夫です、大丈夫。まあ、とりあえずもうアルミラージをまずは削っていきましょう、うん、お、うんうん、もう一体なんとか倒せば見えてくるんじゃないですか。もう一回寝せるから、もう一回寝せる眠らせるな、寝ない寝ないですね。まどろみの剣であのぐるぐるしたやつですっけ。確かにそうかもしれない。なんか黄色いぐるぐるしたやつじゃなかったっけ。これどうやって刺さるんだろうなって昔思ったんだ。あー、うわー、やばい。あー、まどろさかわってますね。まあいけそうな感じもしますけどね。いけそうな感じもするね。いや、きついか。きついか、きついって。あ、やばい、力試しちゃった、間違って。焦りすぎですよ、勇者。一発け、ドン。おお、これいけるっしょ。いやー、でも人面鳥はまだ光るもんすからね。しかもマヌーサかかってるんですよね。まあでも魔法とかだったらば、マヌーサ関係ないんで、うんうん、力貯めたのにアルミラージに使う、まあ、力貯めたからここでドーンといそのアルミラージを、いや、アルミラージはもう次で落ちるのよ、うん、だこのまま私、うん、叩く、ほら、よし、いたいた、いけんじゃないこれ。いいかも。キャプテンクローは今ピューラーかかってるんで、うん、攻撃は当たりづらい可能性は、うん、ある。大丈夫です。ほら、頑張れ、頑張れ、1対1だ。いけ、タイマン、いけいけ、これいけんじゃないですか。これいけるな、これ。まどろみ、寝させるから、もう絶対。え、ねえ、半減って書いてあるよ。絶対寝る、絶対寝る。寝ないよ。あ、でもいける、いける、いける、いけるよ。初めて買った、ほら、すごい、ゆったべさん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 、ほら、秘策ですごいね、ゆったべさん、ゆったべさん、あ、かっこいい海賊。ポイント、メダル、なにこれ、メダルいっぱいもらえるな、これ。もう大丈夫ですよ、もう終わりですよね。終わりです。よかったよかった。やった、やったー、これすごい、めちゃめちゃすごいことだね。軽くやってる、めちゃめちゃすごいからね、これ。軽くやってた、うわー、おー、やばい。
ポーズ、ポーズだ。全員ポーズだわ。全員ポーズだわ。あの、ほら、周りのスタッフがさっきまで、絶対無理だよって言ってたよ。うん。ダメだ、ほんとに。俺がバリトン持つから、お前。いやー、ね、よかった。うん。やった、やった、やった。うん。お、ミッションもクリアしてる。もう、ほんとにジャス君は強くなったね。うん。強くなったし、うん。やっぱ、今日自分を超えた超えた。自分を超えたもん。ジャス君が、はい。こんなに強くなろうと、火がついたきっかけ覚えてるよね。うんうん、あー、覚えてる覚えてる。だ、ちょっとね、次のとこは、また次回とかに持ち越しで、うん、ちょっとディレクターと闘技場で、あれだよね、来いよ、来いよ。過去のアーカイブを見ていただきたいんですけども、ね、だからもう本当に復讐のためにだ第一章はそこで終わるから俺のあ、今日倒したらうんなるほどじゃあそのリベンジってことがついにこれから行われるんですねそう、今皆さんうんすげえの見せてやるんですよしかもオートでやっても大丈夫なんじゃないかな。本当に。大丈夫でもほらあっちもさ、うん、結構魔王シリーズとか持ってなかったっけいや、所詮ね、うん所詮そんなに叩き上げてないでしょ。お、来たさあ来た来たおあれ結構いい、お、強いの持ってんだよ。マジか。よしいいだろう。それじゃあ、このプレイヤーと戦う頑張れさあさあ、どうですかねあれ。あ、パーティー全然変わってないですね。変わって、そうだ、ダークドレアムが羨ましいと思う。ディレクターの方はそんなに変わってないですね。全く変わってなくない？むしろ全く変わってない。多分。やってねえんじゃないの、じゃあ。だからそういうの俺が、ね。見抜いてる？見抜いて。うん。暴いてやるよ。暴いてやるよ。一方、ジャス君のはガラリと変わってますからね。そうですね。メンバーは。そうですね。当時に比べて。血の固まった人間がって言われてたのに。あ。やばい。あ、あ、やばいもう、いや、やばいの ?30 秒しかない。あ、もう、あ、もう、もう、これね、もう。あと20秒。これでいっちゃうもういっちゃうこれ大丈夫。これで一回。はい。俺がどれぐらいこいつらに愛情を注いでるかっていうのを今見せてやるか。あ、うん、あ、うん。ちょっと待って。痛い落ちてるみたいな。あ、でも。いやいやいや、まだいける、まだいける、まだいける。あ、まあでもまだいや、まずほら、1ターン目は遊ぶっていうのがあるかもしれない格ゲー的に言うとそうだよね、ゴー様ちょっとみんな待ってる、大丈夫ジャス君結構やばいんじゃないですかわざとじゃないほら、演出だよ、クラゲちょっと待ってかな待ってって言ってるもんディレクターも結構ガチでやってるようんガチで勝ちに来てるね、うん、いや、ちょっと待ってもう戻れないのね第一章終わるのかなでもね、いけるいける大丈夫だよ、いけるぞこれこれ多分壁乗り越えれないんじゃないえ、ダメだって言っちゃういけるいけるいけるぞまだまだダメだっていけるんだからあ負けたね、完全にもうまだだよまだ見てるほら、まだいるからよく見てほら目も見ないで見てちょっと待ってやっぱり胃の中の感じだったんだよ確かに腸内で強いぐらいだってなんか言ってた気がするちょっと待って違う いや、よくまたこれ続くね、まだ見ちゃういや、まあでも番組的にはいいオチだったかないやね、番組的には本当にここで勝ってさらなる強い人たちがいっぱい待ってんのよそっかそっかそう、そこに向かって欲しかったんだけどあー、なるほどなるほど終わってねーぞ、終わってねーぞ、終わってねーぞ小石で転んじゃったよジャスク敗北高笑いディレクターの巻はいディレクター高笑いどうぞちょっと気使ってよまたカチンとくればいいんだよまたカチンと来てるじゃんほら怒ってるよ
もう確実に。もう。俺今裸になってこれ、この動画使えないよ。頭おかしいよ。ふざけやがって。いや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 、ちょ、待って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 。あー、なんとなく範囲は分かった。うん、あ、そういうことね。もしかしてさ、ベストメンバーで挑んでなかったんじゃない？そうだね。そう、ベストメンバーじゃない。ほら。ベストメンバーじゃない。やっぱりほら、隠し玉とかいるんだよ。そうそうそう。よし、尺は取れたから。映像的な問題な、うんうん。またこれ続くね。何この打倒ディレクターへの。いや、あの、敵が身内に言いすぎたね。ねえ。なんかまだね、まだいっぱいいるんだってよ、うちのその、使徒は。うちの使徒。うん。そうね。でも、ね、でも俺はスーパーライトすげえ楽しんでやってるし。誰にも、誰にも負けてないから、俺の好きな。あれ勝負するところが変わってきたぞ。変わってきたよね。好きな気持ちは俺、レベルもう100超えてるし。まあ、そうなんだ。またもやディレクターの高笑いで終わってしまいましたが、うん、はい、まあ、ということで、まあ、引き続き頑張っていただければなんかもうある意味良かったよ ね、 ね、これこそほら満身につながるもんね、ここで勝っちゃったらまた、ね、この流れさ、よくさ、アーカイブでぜひこの、はい、なんて、まあ、成長記録っていうのを見てほしいけど、まあ、1、第1回目からのね、そうそうそう、感じ、最初のフルボッコから今日のフルボッコ、そう、そう、2回目のフルボッコ、そして伝説、うん、はいはい、ということで超いじけてんじゃんさあ、よきゅう、はい、また耳寄りな情報ありますか？はい、ということでお知らせがございます。現在ですね、通常のログインボーナスに加えて CM ログインボーナスを開始しております。1日目と8日目には、うん、なんとランク S のモンスターの地図を必ず引けるランク S 確定福引券スーパーを1枚ずつお送りしております。これでいいの当ててやるよ、俺は。それのいいの当てて、もうやってやるよ。やってやるやってやる。もう本当にパックドラムゲットしようぜ。もう俺もうトントン頭きてるからそれないよ、かつてないよ、後輩にタメ口聞かれた時以上に怒ってる。相当怒ってますよ。はい、そしてですね、また9日目以降もキャンペーン終了まで毎日ジェム100個をお送りします。はい、そしてですね、キャンペーン開催期間中は無料地図福引きスーパーを1日1回引くことができます。毎日ぜひログインしてチェックしてくださいね。はい、あ、ということで、超怒ってるけどどうしよう。さあ、ドラゴンくんとモンスターズスーパーライト、うん、楽しんでやるのが一番ね。いいです。そうです、まだまだ私たちね、うん、ひよっこなんでね。はい、なので全然、本当にいつ始めても全然いいんで、僕目が笑ってないよ。目が笑ってないから怖いよ。ぜひ私も初めてまだライト層なので、ね、いろいろね、パーティーのどれを先に育てた方がいいかとか教わりたくて。やってもらって、うん、でも今日なんで負けたかっていうのは別にコメント書かなくていいです。でも今日面白かったと思う、私。あ、そう？俺全然面白くない。知ってる、知ってるよ。ね、な、え、なんですか、うん、え、これはなんだ、アクメタの地図。じゃあちょっと自分強くなったら知ってくる。よく締めて。はい、ということでゴージャス動画ではこの他にもスーパーライトの面白い動画、頑張ってる成長記録が見られる動画がございますので、うん、ぜひシャープ1からご覧ください、はい、ということで、うん、なんかハグメタ狩りに行っちゃったけど、うん、じゃあ締めちゃおっかね、締めよう。はい、ということで皆さんね、はい、ぜひログインして私たちと一緒にスーパーライト楽しみましょう。それではまた次回お会いいたしましょう。バイバーイ。テゲテゲレレッテレベルアップしてる。レベル2上がったよ。まだ2も上がるんだ。2も上がる、やったね、伸びしろが違うから。また次回。